テリー土屋の車の話。テリー土屋の車の話、はい、始まりました。始まりました。土屋さん、はい、お金持ってるでしょ。持ってるでしょ。いや、持ってるのは鈴木あぐりですよ。あ、鈴木あぐりさん、はい、持ってるよ、あの男。あれ持ってますよ。あと女の子好きですよね、あの人。今日の話題っていうのはどういう話題なんでしょう。これ呼びましょうよ。いや、あの、僕のボスなんで。あ、位置関係はボスなんですか。あの、チームオーナーなんで、僕は ARTA の、うん、オーナー鈴木あぐりの雇われのチーム監督なんです。あ、そうですか。なんか意外となんかレースクイーンとかちょっかい出してるって言ってませんでした。今日の話題っていうのはどういう話題なのかお聞きしたいんですけど。あ、そうですか。はい、低いやつ、はい、あんまり喋ってらんないんで。おい、なんか変な汗出てきたんですけど。違う汗出ちゃって。あの、はい、まず、あ、車好きの方たちのためにという話もありますけれども、うん、はい、番組が、で、これから車を買おうかなとか、まあ、お二人本当に車のことをよくご存知ですし、そうですね、何買ったらいいんだろうと思ってらっしゃる方もいるかなと思うので、はい、うんうん、あのお二人が今買うんだったらこの車おすすめだよっていう車を教えていただきたいなと思います。土屋さん、お願いします。今買うんなら、まあ、予算もありますよね、こればっかりは。はいはいはい、じゃあある程度経済的に余裕がある人の場合は、はい、今もう出たばっかりのスバルの BRZ、ね、新型で GR86 トヨタ、うん、この辺は300万で買えるんですよ、うん、だからちょっと無理すれば買える。なるほど。どういうところがかっこいいですか。見た目がスポーツカーかっこいい、他にないでしょ、うん、2.4 リッターでこんな遊べる車ない。300万で世の中見てよ、ないから。へー。いや、でも土屋さんらしいよね。、はい、やっぱりあの橋、今言われたみたいに300万が もちろん高い額なんですけども、うん、300万円台でもう世界にね、はい、そのまあなんか対決できるぐらいの車で楽しめるってことですよね。ないですよ。新型が出たばかりだから、おそらく 7,8 年モデルチェンジしないっていう、ね、しないと思います。それもあるんで今買っておいて、そしてまたね、おそらくこのリセールバリューもいいんですよ、うん、そういう意味で言うと、そうすると、うん、今の現行の 2.4 リッターが出たことによって、うんうん、今の2リッターが安くなる、うん、そうすると一般の若い子たちが100万から150万で買えちゃうんですよ。そう、旧型でもね、はい、これもありますよね。 ありますね、うんうん、それを買ってチューニングしていくっていう楽しみ方がある。へえ。ゼリーさんの聞いてみたい。ゼリーさんの、はい、さんは僕はね、はい、このアウトランダーのプラグインハイブリッドなんですけども、はい、久しぶりに三菱が本当にいい車出したって感じがして、うん、あの三菱っていうのはライバルみたいな感じで走りのいい車を出したんですけど、これ今、はい、まあ、ちょっと批判あるかもわかんないんですけど、はい、言わせてもらうと、うん、もう世界のベスト5に入るくらいの SUV では走りですね。これテリーさんベストカーで乗ってましたよね。いや、ものすごいびっくりしました。はあ、これ本当にいい車で、ロールスロイスとか、はい、ボルボレベルのマジで良さなんですよ。で、走りもいいし、もう SUV でナンバーワンですね。あ、そう。ものすごくいいです。ランドクルーザーもいいじゃないですか。ランクルよりも、はい、僕はランクルがこの2日前に乗ったんですけど、はい、ランクルよりもアウトランダーいい、ね、はあ、これで500万ぐらいですか。いや、そうなんですね。そうですよね。これは僕は買いだな。だからリーズナブルですよね。そうですね、うん、世界の SUV だとかランクルって高いですからね。そうなんですよね。だから本当に三菱らしくです、うん、なく、うん、内装がいいんですよ。そういう意味で言うとアウトランダーいいなと思ってます。他には、他にはちょっとね、これ、はい、フランスの車なんですけども、はい、高いじゃない、これ。いや、これ300万円です。330万円ですよ、これ。マジ、ね、あ、それはいい。これは本当にいいですね。おしゃれ。これね、まあ、どっちかというとキャンピングカーとかね、うん、そういうどっちかというとアウトドアに行く人には最高だと思うんですよね。おしゃれ、おしゃれ、はい、あ、テリーさんっぽい。これはちょっと欲しいなと思ったんですけど、うん、これ実は全部上がガラスになってて、うん、中のそれこそ20万円ぐらいのやつですね、はい、あのベッド仕様のやつもあるんですよ。ベッド好きですね。ベッド好きなんですよ。毎回ベッド好きですよ。今ね、車中泊とかできるじゃないですか、はい、これまたディーゼルで走りがいいんですよ、
本当にこれは今のそれこそ燃費も高いから、うん、そういう中でこの車は僕はおすすめだなと思うんですよね、うん、いやでもフランスの車で350万だったらリーズナブルですよ。本当にそう、ね、あのこれはどっちかというとおしゃれなおしゃれおしゃれ、うん、人たちにはぜひという感じがしますね。なんかアウトドアにいいですねこれ、はい、ね、ぜひ乗ってください、はい、うん、ご参考になればと、はい、参考にしてください。まあ、そのカスタムするといえばそのスポーツカーをするというようなイメージが強く持ってらっしゃるかなとも思うんですけれども、うんうん、ブリッツではですね一般の車両もそのカスタムしているというところがポイントなんですよね、うん、はい、一般の車というか、まあ、いろんなジャンルの車ですね、そうです、ね、スポーツカーだけじゃないの、はい、ミニバン、まあ、SUV とか、はい、ワンボックスカー SUV もそうですし今もう軽自動車もそうです軽、はい、ああそうか、ワゴン R とかあの手ですね、はい、はい、今回はですね、はい、ブリッツの販売車両の倉庫に潜入している VTR を撮ってきているので、見たい見たい、はい、ご覧いただきたいと思います。倉庫。Bさん、土屋さん、こんにちは。プロレースゲーマーの山津です。最近気になっている車は GR86 です。はい、というわけで今日はブリッツさんに来ています。ブリッツさんのデモカーを今日は紹介をするということで、ブリッツの塩谷さんに来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。塩谷さん、はい、早速、はい、もうこちらの車見ていきたいんですけれども、はい、ミニクーパーもカスタムがあるんですね。そうなんです、はいはい、ちなみにこちらの車のカスタム内容というのはどのようなものになっているんでしょうか。はい、この車ですとすごくシンプルで、まあ、主に車高調ですね、車高調が入っているような状態です、はいはいはい、車高調ってつけると変わるのって見た目だけだったりするんですか、はい、あとは乗り心地ですね、純正の乗り心地がそんなに気に入ってないお客様だったりとか、例えば柔らかすぎる高速のコーナーを走っているとちょっとふらつきがあるような、場合ですと、車高調でちょっと足を固めてあげて、はいはい、安定感を出させるような動きをさせてあげたりとか、はい、そういったメリットがあります、はいはい、その調整をするというのはどのような形で行うんでしょうか。はい、主には、車高調本体で、つまみがありまして、そのつまみ、はい、そのつまみで減衰力というものを変えてあげるんですね。こちらですね、左助手席側ですとこちらがの上の部分、はい、これがつまみです。あ、ハードとソフト、はい、H と S って書いてあるんですけれども、はい、こちらを、クリクリっと回してあげることによって乗り心地が変えられます。なるほど、はい、あとごめんなさい、一つ気になったんですけど、はいはいはい、左右でホイールの色が、はい、そうなんです、違いますよね。実は、はい、助手席側がこのシルバーですね、はい、シルバーになっておりまして、はい、で運転席側にぐるっと回っていただくとガンメタンホイールになってます。これすごくかっこいいカスタムですね。ですよね、結構、はい、アイデアに富んだ、はい、ものなんじゃないかなと思います、はい、はい、続いてのお車なんですけれども塩谷さん、はい、ついに出てきましたね、ミニバンといえば、はい、もはやミニバンですらない気もしますがアルファードですね、はい、アルファード、はい、しかもこれもしかしてエグゼクティブラウンジじゃないですか。はい、その通りです、はい、エグゼクティブラウンジ、まずそのサスペンション、車高調はこれ入ってますよね。そうですね、はい、車高調、まあ、こちらの車両に関してはスペック DSC プラスという車内で減衰がこう調整できるタイプのサスペンション、はいはい、こちらの今ちょっとエンジン切ってるんであれなんですけど、こちらがその先ほど言ってた、はい、減衰を調整するコントローラーになります。あ、これがコントローラーなんですね、はい、結構シンプルでディスプレイがついてて、ここに同じようにつまみがついてます、ね、そうですね、そちらがロータリーエンコーダーで、まあ、操作が非常にしやすいような、はい、コントローラーになってます、はい、そして僕気になりました、ここに赤い素晴らしいものがついてますね、はい、これもしかして対向キャリパーじゃないですか。その通りです、フォーポットになります、はい、そしてこれブレーキローターもスリットが入っていて、そうですね、はい、非常に大きいサイズのローターが入ってます、はい、いやこれ何ミリですかローターこれ、365? 365ミリですかレーシングカーみたいなサイズですね。そうですね、はい、これは大興奮ですね。さあ、お、もうここに分かりますよ、すぐ色で分かりました、はい、もうここのカーボンの素材にこの赤い色 の、 そうです、このかっこいいエアクリーナーがついてますけど、はいはい、
でもこのエアクリーナーの効果って改めて僕ちょっと知りたいんですけど、はい、エアクリーナーを変えるとどんな効果が得られるんですか？まずその吸気の音が非常にもともと純正クリーナーボックスっていうのはそういう音が特にしないんですけども、はい、エンジン、まあ、踏み込んだアクセル踏み込んだ際に、クリーナーのその吸気音っていうのが非常に楽しめます。まあ、あとはそのもちろんエンジンの性能を上げるというところでも貢献してくれてますね。あ、はい、そうなんですね。じゃあよりそのスロットルコントローラーと併用すると効果が得やすいということなんですね。そうですね、はい、はい、いやこれちょっと僕も運転してみたくなっちゃいます。はい、ぜひ乗っていただければと思います。はい、というわけで福西さんの愛車アルファードをご紹介させていただきました。福西さんありがとうございました。ありがとうございました。はあ、室内からもう、うん、すごいですね。ね、硬さを調整できちゃう、うん、でさらに自動調整になっていくってことですね。あれもう一つ。そうですね、はい、はあ、あれで例えばいくらぐらいなんですか？サスペンションだけでいくらぐらい？サスペンションキットでだいたい定価が15万円ぐらい。そんな安いの？はい、それでさっきの電子部品をプラスするとだいたいプラス6万円から7万円ぐらいで。めっちゃ安い。はい、アルファードでもそんな安いんですか？勝手にもっと高いのかなと思ってました。なんか何十万もかかるのかなと思ったんですけど、意外と今リーズナブルに抑えて、各社さんやっぱりこう同じものを出しているので価格競争も結構ありまして、それ大変ですね。そうですね、だって前あ向こうの方が安いって言ったらね、オートバックスさんがもう行っちゃいますもんね、お客さんがね。なんでまあそういったところで今こう各社こうしのぎを削って商品開発しているような状態です。もうど素人がですよ、最初にじゃあ 何かこうカスタムしたいなと思ったときは何からスタートすればいいですか？いい質問ですね。あ、そうですか。いい質問です。まあ、いろいろその自分の車を見て改善したいことがあるとは思うんですけど、うん、僕はサスペンションを変えてタイヤホイールを変えると見た目がすごく変わるので、うん、自分が払った価格に対してこう満足感がすごいあるので、うん、サスペンションとタイヤホイールをおすすめはしてます、ね。うんうん、見えるところからってことですね。今僕はね、それこそいろんな車屋さんに行くわけじゃないですか。特に中古屋さん、うんうん、と車高を落としてる車よりも車高を上げてる車の方が売れるんですよ。へー、車体落としちゃうとちょっと不良っぽくなるじゃん。ちょっと、はい、そうするともう今時じゃないって感じがして、うん、同じでも上げてますよね今。そうですね、うん、上げる方が増えて今上げるの人気なので、うん、ただお話が出てる86とか、うん、そういう車はやはり下げてスポーツ、まあ、より運動性能を上げるようなカスタムが多い、うん。新型ももうやってんですか？新型ももう、はい、発売。だって出たばっかりですよ、GR86、はい、もうやってんの、はい、足回りだけ？足回り と、給排気ですね、うん、今 ECU の開発をしている段階。なんか来年のオートサロン楽しみですよ ね、 そうです ね、 ね、どんな車が ね、 いや、いろんなメーカーが出てきますよ。この番組でも行きたいですよね。いや、行きたいです ね、オートサロン。さあ、今回はですね、攻めたデザインが注目されているブリッツの新型 GR86 お持ちいただきましたので見せていただきたいと思います。はい、こちらでございます。小林さん、はい、やっちゃいましたね。やっちゃいましたもうフルバンパーで交換してブリッツのデザインに変えてます、はい、で、この辺 LED が仕込んであって、ここですね、はい、ほう、目立つなこれ。目立つで、横はですね、うん、サイドステップのこのエアロが、はい、純正の下についてまして、ずっと行って、はい、トランクに GT ウィング。あら、またすごいですねこれ、はい、カーボンの GT ウィングついてる。 GT ウィング、はい、マフラー4本だし。そうですね、でリアのバンパーも全部交換して、ね、マフラーをこっから交換してですか？はい、こっから全部下は交換。これはこっちは本物のチタンで作ってます。おー、はい、はい、これ跳ねつけると何がどうなるんですか？これですね、空力が良くなってリアのトラクションがこう稼げるようになるんですね。まあ、安定するってことですね。安定するということですね、うん、コーナーの性能が良くなったりとか、うん、こういうのって何キロぐらいかな、どこから必要になったんですか？どれぐらいの何キロぐらいかな、どれぐらいの技術の人たちが。確かにこれがあるとないとじゃあ、うん、高速道路全然違う。え、あ、違いますか？雨の日特に違う。あ、そうなんだ。雨の日に
高速道路でハイドロプレーニングって言って、あこれこあーっていう、これがなくなる。へえ。いや、空気で押さえつけるの、この羽で。ほー、飛行機ってこれがこう向いてるでしょ、うん、そうですね、空飛ぶから、うんうん、これはここに風をこう流して、 ここで押さえつけてる。あそういうことか。だから高速道路で雨の日なんか特に安定する。へー、面白い。ホイールとタイヤはどうですか、はい、ホイールとタイヤも、純正よりも太いタイヤが、ね、うん、インチは、はい、18インチ、ノーマルも18インチなので。どれぐらい下げてるんですか、これ。これも、これ35ミリです、ね、そうですね、一緒ですね。であとブレーキ、キャリパーをフロントリア交換して。キャリパーとローターがこれ高いっすよ。車好きから見ると、うん、このブレーキ見ただけで、おすげえってなるの。これシート、あとシートも書いてる。シートは、ブリットさんにちょっとご協力いただいて、はい、交換してます。あ、これリクライニングバケット。あ、そうですね。ちょっと座っていいですか。いいですかこれ。はい、シートがあのちょっと硬めというか、すごいでもホールド感が、はい、あって。そんなでもないですね、座ると、はい、うーん、いやだって肩の位置はアジア人向けに作ってるんですよ、高さを。ああデカロってやっぱ大きい人が乗るためにで高いんですよ、肩の位置が。ああ、なるほど。でこれも、あ、これもそうです。これかっこいい。ブリッツの商品、このメーター俺大砲かと思った。本当にかっこいい、ね、それめちゃくちゃかっこいいですね。これ見やすいですよね。あでも雰囲気いい、これ。そうですね、これ あると、うん、結構盛り上がりますよ ね、 そうですね。止まってる時いいですね。 あとシフトノブとかの、はい、ブレーキレバーも全部ブリッツのに変えてあります。これも変えてる。これは後で値段聞くの怖いな、これ。エンジン見ろって。あ、すいません。エンジン見てください。あとここがカーボン。おお、これすごい。あー、例のね、はい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 、パワーバー。なるほどね。このカーボンってすごくない？いや、すごいですよ、すごいですよ。普通パイプですからね。そうですよね、はい、でもなんか開けた時にここがカーボンでここを赤にしてるからおしゃれねえ。これフルコンプリートでいくらするんですか？これだとですね、だいたいプラス、まあいろいろついてて、まあ300万ぐらいは行くよね、ちゃうと思いますね。いや、絶対行くでしょ。でこれを実際見たい人は、うん、東京オートサロンに行けば見れる、うん、見れます、ね、これでもうちょっとカスタムしたやつを東京オートサロンにいただきたいと思っておりますね。まだやる？もうちょっとやります。そう、はい、もっと車検のそのギリ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 のところを狙ったやつをちょっと今開発してます。あ、割り人だな。これはだからブリッツのオートサロンは楽しみですよ、ね、うん、楽しみにしてください皆さん、はい。今回はこちらです。田部井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。田部井さんの車もこれ1000万以上かかってますよ。これまたすごいですね。ゼロクラウンですね。そうですね、人気ありましたね。だからもう15年ぐらい経ってる車ですかね。それを現行風に見せるバンパーと、あー、はい、現行風に見せてる顔ですよ。そうなんです。バンパーとボンネットロングノーズに変えて、うん、これはあのうちの製品なんですけど、僕が作ってる製品なんですけど、うん、ああそういうことだった、はい、でヘッドライトなんかは、1個前の方のクラウンのインナーをカットして2個位置して作ってるんですよ、うん、凝ってますね。はい、全部手作りで作ってます。これロングノーズどのくらい伸びてんの？15センチぐらい伸びてます。へえ。そしてすごいね、ホイールは？このオフセットはすごいわ、これね、うん、10.5G のマイナス37ですかね。ああブレーキもキャリパーもこれ、これも高いやつですね。そうですね。あ、先ほどと、はい、これもうちのブランドですね、僕の作ってるブランドの。田部井さんはそういうお仕事してるんですか？そうですね、ショップとブランドを両方やってるんですけれども。あ、じゃあもうこれは一つのサンプル商品ですね今は。そうですね、もともとはあくまでイベントにっていうので走ったりとかをしてた車だったんですけど、ビップカー専門。そうですね、どちらかというとクラウン専門になってる感じですかね。そして、はい、リアが、ね、リア足回り壊れてんの？足回り壊れてないです。あのアームがフルアーム入ってるんですけど、うん、はい、あの普通にこれででもあのスゴーサーキットで全力で走れるぐらいのセッティングにしてるので、いやだってさ、はい、イン側だけ減っちゃうじゃん、タイヤ減ります。それはもうどうしようもないですけれども、ね、そうなっちゃうかしら。いやだってさ、ね、ジェリーさん幅こんだけなんでしょ、うん、ここだけ減りますよ。そうなんです、使ってないんだよね。はい、他3分の1ぐらいは使ってくれてますね。あ、そう、はい、ただちゃんとグリップもしますんで、するこれ以上倒すとダメです。ああ
これは、あ、中はね、はい、これも内装金かかってますよ、これ。日本代表の昔のユニフォームの、あ、サッカーの、はい、シートが大体1台丸々張り替えると80万から100万ぐらいですかね。前2脚と後ろですね。あ、全部で？全部でですね。シート張り替えが80万円。そうですね、大体そのぐらいですね。あ、ここはで、ダッシュボードが約15万ぐらいですね。で、100万円だ。シートベルトとかもアームレストも全部やっていくと大体200から250万ぐらいが内装の張り替えの相場かなっていう。ただもう手つけて、ね、ないところがないのでトランクまで手つけてますので。トランク何やってんの？はい、トランクはおお全部オーディオを仕込んでます。すげえこれはすげえ。これ何なの？真ん中はエアサスペンションのシステムですね。これですね、はい、タンクと電磁弁と、うん、コンプレッサーですね。それをこうやってさレイアウトさせる感じで見せる感じ、ね、スケルトにすることによって、はい、ファンタジーになりますね。そうですね、見せ方がうまい。うまい ね今後の例えばビジネス展開として、はい、どういうふうに考えてるんですか？僕としてはこのクラウンをまあ中心にはするんですけれども、もう走りもドリフトも、まあ、グリップドリフトともに混ぜ込んだいろんなことをやりたいなと思ってまして、僕のこの車に関してもあのこのドレスアップに関してはもう終了なんです。ここから内装オーディオを取っ払ってドリ車にこれを変えていこうっていうふうに今後考えてまして。こっからそうなんですよ。でいわゆるまあドレスアップをし尽くした後に何をしたらいいかっていうのがなくなってしまうので、うん、その先の行く道をちょっと作ってあげないと解体者になってしまうじゃないですか。なので今後いろんなところでお会いできるようになるかもしれませんし、挑戦していきたいのでいろいろあのご指導いただければなと思います。いや、それはいいね。素晴らしいね。あ、それはいい。車人気ない車ね。そうです、楽しみ方あるんですね。そうですね、こう自分でこう作っていくというか自分仕様にしていくっていう面白さがあるんですね。だって日本は世界で先進のチューニングカー国だよね、うん、そうですね、はい、まあなるほど、世界が見に来るんだもん日本のチューニングカーを、うんうん、それはやっぱりあれだ、ワイルドスピードみたいなああいうのって影響力あるんですか？ありますね、うん、あのあれでまた一つ有名になったようなところがありますけど、うん、ヨーロッパはあのモータースポーツはあれなあの有名なんですけど、うんうん、ストリートでカスタムするという文化があんまりないので、うんうん、それは日本の方が随分発達した感じはあるんですね、うん、だから土屋さんのことはみんなね外国の方知ってるってことですよね、うん、悪い代表じゃないですか。そんなことない、世界に夢を与えてるんですよ、違うね、土屋さんキングですから、うん、ありがとうございます。ルーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。